皆さんこんにちは。毎年20人前後しか合格することができない女子プロゴルファーのテスト、そんな厳しい試練に挑み続けた植手桃子さんは5回目の挑戦で見事プロ資格を獲得しました。合格に至るまでの道のり、そしてプロとしての夢を聞いたインタビューを引用してみます。まず植手桃子さんのプロフィールを見てみましょう。植手桃子は1997年9月10日生まれ、兵庫県神戸市の出身です。父に教えられ6歳からゴルフを始めました。滝川第二高校ゴルフ部では2つ上に堀琴音さんがいました。高校卒業後5回目のプロテストで合格します。2021年のステップアップツアー京都レディースで自己最高の4位を獲得しました。身長156センチ体重50キロで現在フワメタルに所属しています。堀琴音先輩のゴルフを見てプロを目指そうって思いました。そう語る植手桃子さんの目指した JLPGA プロテストの合格率は 3.3% 2019年度しかも開催は年に一度だけとなっています。そんな狭き門といえるプロテストに挑戦し続け5回目で合格したのが植手桃子さんでした。諦めずに頑張ってよかったなと思います。高校卒業してすぐの1回目は一時で敗退、すごく甘かったなって今は思います。ろくに練習もしていませんでしたし当然です。でも心のどこかでいけるかもって思っていたんです。3回目、4回目は自分の中では練習量を増やしていいショットの手応えもあったんです。でも試合になると結果が出せない、思うようなゴルフができませんでしたと当時の苦悩を語っています。続けてそこで感じたのがメンタルの弱さでした。緊張すると体の動きが微妙に変わってしまい、体が勝手に反応していたそうです。そこで迎えた5回目のテストはコロナ禍が重なり1年延期、実際のテストは21年6月実施となりました。それが植手桃子さんには良かったようです。その間メンタルの本を読んで勉強しまくったと述べています。お世話になっている北六甲 CC の社長にもいろいろな本を勧められたそうです。本を読んではノートにポイントを書き出し、気持ちの整え方や試合に対する考え方を学びました。あとはアプローチとパットをひたすら練習したといいます。もともとショットが好きで学生時代はパーオン率も良かったようなので、グリーン周りのアプローチが苦手でした。そこでミスしてボギー、ダボが多かったそうです。調子が悪くてもパーを拾えるようにアプローチを鍛えました。メンタルとショートゲームの練習、その2つが合格できた要因だと分析しているようです。このように試行錯誤の上での合格だったことを語っています。念願のプロとなった植手桃子さんにゴルファーとしての夢を聞いてみました。滝川第二高校に入った時、2つ上の先輩に堀琴音さんがいました。当時から上手くて強い選手だった堀琴音さんとゴルフをしているうちに植手桃子さんもプロを目指したいと思うようになったそうです。まだまだ経験不足、技術不足ですが、やっとプロになれたことを皮切りにツアーで活躍できるように一生懸命頑張りたいと述べています。プロテストに合格したご褒美はペット犬を飼うことと決めていたそうです。2021年のオフに愛犬に出会えることを目標にしていました。ゴルフってすごく楽しい、だからゴルフが大好きです。できるだけ長くゴルフを続けたいし、ギャラリーの前でプレーできることが嬉しいんです。まずはステップアップツアーで初優勝を目指しますと当時語っていました。ドライバーの平均飛距離は240ワイ、得意なクラブはショートアイアンという植手桃子さん。好きなものは焼肉、嫌いなものはキュウリ、苦手なものは地震とお化け。買い物が大好きで洋服やバッグ、化粧品、アクセサリーには目がないと言います。ところで2021年のステップアップツアー京都レディスオープンで4位タイ、2022年のステップアップツアー日体交流うどん県レディースでベスト10入りを果たすなど、最近注目を集めているプロゴルファーの一人、植手桃子さん。植手桃子さんといえばゴルフのプレーはもちろん、その美貌にも注目が集まっています。ゴルフサバイバルなどゴルフ番組へも出演しており、人気急上昇中です。この機会に植手桃子さんについて詳しく調べてみました。改めて植手桃子さんの出身高校は
兵庫県の滝川第二高等学校です。同校はスポーツ強豪校として知られ、上手桃子さんはゴルフ部に所属していました。2学年先輩に堀琴音さん、1学年先輩に西智子さん、1学年後輩に浅井咲さんがいたそうです。中でも堀琴音さんに大きな影響を受けたそうで、上手桃子さんは当時から上手くて強い選手だった琴音さんとゴルフをしているうちに、私もプロを目指したいって思うようになったんですと語っています。ちなみに上手桃子さんの国籍は日本です。中国の美人女優にいそうな顔立ちなので、中国というキーワードが出てくるようですが、その情報は間違っています。上手桃子さんは3歳上の姉真美さんがゴルフをやっていたことがきっかけで、父親の指導により6歳からゴルフを始めたそうです。前述の通り、上手桃子さんは2021年にプロテストに合格していますが、実は過去に4度不合格を経験しています。毎年合格者が20人前後しか出ない狭き門として知られている女子プロテスト。上手桃子さんはそんな厳しい試練に挑み続け、5回目の挑戦で見事プロ資格を獲得しました。本を読んではノートにポイントを書き出し、気持ちの整え方や試合に対する考え方を徹底的に学んだとのことです。諦めない気持ちと努力の継続が素晴らしいです。続いて上手桃子さんの家族について紹介します。残念ながら父親や母親に関する情報は見つけられませんでした。ただ上手桃子さんは父親の指導で6歳からゴルフを始めたことが分かっています。父親は趣味でゴルフをしていたのでしょうか。また上手桃子さんにはお姉さんがいます。姉の名前は上手真美さんと言います。上手真美さんは1994年7月10日生まれで、上手桃子さんより3つ上です。実は姉マミさんもゴルファーとしてかなりの実力者だったようです。ゴルフは10歳から父親の影響で始めたらしく、個人成績も残っていました。上手マミさんの主な戦歴を見てみましょう。2011年関西高等学校ゴルフ選手権2位、2012年兵庫県高等学校ゴルフ選手権で優勝を飾ります。2013年日本女子学生ゴルフ選手権競技で17位、2016年日本女子学生ゴルフ選手権競技で13位。高校時代に兵庫県高等学校ゴルフ選手権2012年で優勝したり、関西学院大学を経て三井住友海上に就職してからも、所属する三井住友海上チームゴルフ部が2021年企業対抗レディスゴルフトーナメントで優勝を果たしたりするなど、ゴルファーとして大活躍だったとのことです。しかしそんな厳しい世界は行きたくないという理由からプロの道へは進まなかったようです。上手桃子さんは2021年8月16日に更新したインスタグラムで、姉マミさんがキャディを務めてくれたことを報告しています。ゴルファーとしても実力の高いお姉さんがそばにいると心強いのではないでしょうか。続いて上手桃子さんの熱愛彼氏や結婚の噂について紹介します。ゴルフの実力だけでなく、モデル並みの美貌で話題の上手桃子さん、彼氏はいるの？と気になる方は多いのではないでしょうか。しかし調べたところ、彼氏がいるという情報は見つかりませんでした。また結婚の噂もないようです。そんな上手桃子さんですが、ゴルフ界の北川景子と呼ばれているのはご存知でしょうか。写真を見るとゴルフウェア姿の上手桃子さんが北川景子にそっくりな印象を受けます。上手桃子さんのインスタグラムには他にも素敵な写真がたくさん投稿されています。興味がある方はぜひチェックしてみてください。いかがだったでしょうか。今回は上手桃子さんはどのような人物なのかということについて見てきました。上手桃子さんの国籍は中国ではなく日本でした。またあまりに実戦でのミスが目立つことから、内面を改革しようとしていたようです。メンタルの弱さを本を読むことで克服し、5回目の挑戦でプロテストに合格したエピソードは感動的でした。上手桃子さんの諦めずに夢を追いかける気持ちとたゆまぬ努力には感銘を受けます。姉マミさんも高い実力を誇るゴルファーだったことがあり、現在は上手桃子さんのキャディを務めることもあるそうなので、今後も心強い味方と言えるでしょう。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録、
高評価をお願いします。